なんか簡単そうなコースだな。なんかすげえ簡単そうなコースだな。このまんま行ったらすぐゴールがあるみたいな、そういう感じのコースだと思う。はい、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。そういえばね、まあ初っ端のコメントの話になるんですけど、僕レート6000落ちしましたっていうコメントがあったんですよね。まあピンク S プラスからまあ普通の S プラスに戻ったっていうことですね。ですのでピオキングさん、僕とどっちが早くピンク S プラスになるか勝負しましょうってコメントがあったんですよ。いや勝つ要素なくない僕みたいな、無理だろうと思って。いや、もともとさ、ピンク S プラスの実力を持った人にピンク S プラスにですね慣れてもない僕が勝てるわけないなと思いまして、その勝負はですね、まあ心の中で僕片隅に置いといて、まあやっていくんですけれども、抜きたい抜きたい、もうちょっと、いや、いけるはず、いけるはずか。いや、いけるいける、ジャンプ、よし、 OK。 でこれバネ当たっていこうか。でこのまんまジャンプ、よし、いやもうちょっと、もうちょっとなんだけどな、いけるいける、絶対いけるよ、これは悪くない悪くない、ほっ、いや悪くない悪くないって、いやジャンプ、よし、 OK。 いや来た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 、よしよし、何やってんだキノピコ。ありがとう、これは勝たせてもらいます。このまんま右に行くときっとゴールがあると思うんですよ。おし、 OKOKOK。 え、滑るだけでいい、大丈夫、え、キノピコ何やってんの、え、キノピコ何やってんの、ずっとなんかさ、あのドンケツっていうのからなんか踏み続けてますよね。え、大丈夫か、ゴール、やったーゴール。お、今度みんな S の人だね。 S プラス僕だけじゃん。猫クッパを一体倒してゴールか。こういう時ね、あのレース系のバトルだったら意外と勝てる時あるんですよ。やっぱね、 S と S プラスの差っていうのは非常に大きいものがありましてね、なかなかね、あの S から S プラスになれないっていう方もたくさんいるんですけれども、やっぱね、うわこれスタンかなんかないと無理でしょう。え、どうしようか。なるほど、このパンブロックとかがあるのか。オッケーオッケー、じゃあこのブーメランを取っていきます。まあ強制的に取らされたみたいなもんなんですけどね、このブーメランを取って、うわこいつか、この猫クッパか、先にブンブンがいて猫クッパ倒す感じで、オッケー、キノピコ頼んだ。ファイヤーボールが多分一番熱いよそれ。ちょっとね、このブンブン邪魔なんですけどね、僕はこの辺でゴール条件を奪います。もう僕には戦う術がない。あ、待って待って、マリオマリオマリオ、いける、マリオ頑張れ、ほっ、やった来た。あ、え、あ、キノピコだった。スカイハイ、結構あるよね、スーパーマリオメーカー2やってたらさ、スカイハイもしくは空への大冒険ね、そういう感じのコース名めっちゃあると思うんですけど、これはマリオ連れてってくれてる、マリオマリオ優しい、マリオ、いやもう僕信じますよ、もう左に投げないっていうことを信じます。よし、マリオいける、マリオよし、いけ、マリオいける、いや非常にうまい、もううまいうまい、頑張れ、よし、やった、ありがとうありがとうマリオ、もう一回、もう一回連れてってくれる、もう一回連れてってくれる、大丈夫、よしよしよし、マリオマリオよろしくお願いします。いいね、こういう時のよろしくお願いしますは本当にもう最高だね。もうこういうチャット、チャット最高だね。いやマリオ、これさ、でも一人しかゴールできないよね。どんな、どうするんだろう、マリオ。マリオ、落ち着いて。マリオ、落ち着いて。よしよしよし。マリオ、いける。うわ、当たっちゃったな。いや、大丈夫。大丈夫。一回ぐらいはいい。ね。僕、一回ぐらいはいいんで。やられなかったらいいんで。マリオ、ちょっと、みんなとは違ってね、ハンデ追ってますけど。頑張れ頑張れ、ガッハ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 、マリオ、いや、ちょっと待って。せめて待って。ね、僕、すぐ追いつくから。うわ、ルイージが言ってんのか。くそ。うわ、マリオやられてる。待って待って、マリオやられてるんじゃん、待って、ルイージルイージやられて、僕マリオと行きたいんだって、くっそールイージ待て、ルイージくっ、うわルイージ、あ、これ取っていこう、このアイテム取っていきますね僕、はい、よし、マント、マント、よし、今度は僕任せるんだ、ほっ、よし、今度は僕任せろマリオ、オッケーこのまま、なんでなんでだ、じゃあ連れてってくれる、オッケーちょっと待って、ね、一緒入ろうか、一緒入ろう、でもう一回、もう一回マリオ連れてってくれる、はいはい、あ、ちょいいいね、マリオ大丈夫、やられないかな、このまま僕マリオ応援していきます。これマント触れたらいいのにね、プロ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 みたいな上に乗ってるけど、ちょ、大丈夫マリオ大丈夫、ナイスナイスナイス、よし、オッケーオッケー、でもう一回、いいよいいよ、いいねいいね、これさ、マリオどっちがゴールすると思う、みんな、
いや今ねもう優しいマリオっていう準備してたんですよね。いやそれがさ何もう普通にゴールするみたいな。いやまあいいんだけどね、まあいいんだけど、せめてさもう優しいって言わしてよ。あそこで投げておいてくれたらね。まあまあまあマリオはですね非常に貢献してくれたんで全然よしとしましょう。チキチーハンバーガーさんだったっけ。さあ次のコースでやっていきますか。上を見ながらやっていきましょうね。余裕こいてますよ僕。ちょっと待って、もうみんな投げないでって。あマント、えこれマント熱くね。ねえマント飛んでいこうか。はい、いや熱いよこれ。うわルイージ抜いたくないこのまま。おきょくこけ、えあとの2人は、あみんな戻ってきてらっしゃいます。やったこのままゴールを目指せ。いやいけるいけるいける、よしこのまま右。いやドアかな、どっちだろう。いや大丈夫、これ右で合ってると思う。なんか長めの勘が言ってた。それにしてもですね配信っていうのをやってると時間っていうのが過ぎるのは早くて、もう1年半ぐらいになるのかな僕がですね実況をやり始めて。この1年半の中でですね、まあ、ずっともう昔からですね、まあ、1年以上僕の動画をですね見てくれてるっていう方もね、まあ、ちらほらいるんですよ。非常にありがたいことでして、まあ、人の動画をですね1年以上見続ける、もう毎日ですよ、毎日見続けるっていうのはですねもうほんとすごいことなんですよ。今ですね僕あのコース作りをやっているって前からねあの言ってたと思うんですよ。でそのコース作りをするときにね、あのなんて言ってもこの 3D マリオ、 3D マリオのねコースを作ってるのがねめっちゃ楽しいんですよね。まあなんでかって言ったらアイテムの量がさめちゃくちゃ多いじゃん 3D マリオって、だから楽しいのかなって思うんですけど。うーわちょっと待って、ビルマリ取られたのは痛いな。うーわしかもこれ、いやこういうパターン、ちょっと待って、ね、僕ビルマリもう一回出ないかな。よし来た、このビルマリ僕当たっていきますね。僕ビルマリ、いやちょっと待って、ポン、よし、もういいもういい、当たっていきます、どんどん当たっていきます、どんどん当たってあのルイージとマリオを超えます僕。僕よし、いやーやった、超大逆転だね。なんかこのスーパーマリオメーカーのさみんなでバトル5連勝とか、まあ、連勝したら連勝ボーナスみたいなの欲しくない？プラス5とかさ、ね、10連勝したらプラス20とかさ、そんなん欲しいよね。まあ、連勝ボーナスがあればもうカンスト、まあ、9999とかもう言ってる人はもう全然いると思うんですよ。で下と上で分かれてんな、僕上から行きますね、僕上から行きます。なんか下行き止まりっぽい、いやー上が行き止まりか、どうしよう、ここ怪しくね、ここ、あーやっぱキドピコ、キドピ、そこ怪しくなかったか。あ、なるほど、そっち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 、ちょっと待って、やっぱりこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。